モロッカンオイルを紹介します。こんにちは、しんじです。今日はね、これね、ちょっと髪の毛がもう今シャワーを浴びてきたばかりでね、髪の毛が濡れてるんですけど、これはね、今回紹介するね、モロッカンオイル、そのためにね、髪を濡らしたまま動画を撮ってます。今回紹介するモロッカンオイルは、まあ、整髪料なのかな、ヘアトリートメント的なものなんですけど、ちょっとね、この髪の毛がちょっと濡れてる状態でやらないとダメなので、ちょっとこう急ぎな感じで、まずはね、髪の毛をセットしてみたいと思います。で、これがね、モロッカンオイルが入っているね、袋なんですけど、ここにね、モロッカンオイルっていう風に入ってるんですけど、これはね、なんかモロッカンオイルを買わないとついてこない袋らしいです。でね、これがモロッカンオイルなんですけど、これがね、モロッカンオイルの箱なんですけど、こんな感じのね、箱に入ってます。で、早速ね、開けます。これね、しっかり開けちゃってるんですよ、これね、まあこれ開けます。で、こんな感じでね、これがプッシュするやつですね。で、これがモロッカンオイル。で、これもね、ちょっとこう、フグがね、本当はここにね、あるんですけど、取っちゃってます。で、まあこんな感じのね、セットで入っていて、で、これはね、こう開けて、匂いはね、結構甘い感じ、甘い感じです。で、これをね、こう刺して、こうやってね、使うわけなんですけど、これね、まあちょっとね、説明とかはさっきも言いましたけど、後に回します。これね、髪の毛がこうちょっと濡れてる状態でやらなきゃいけない、なのでちょっと出していきますね。これあれ、これどうなってるの、押せない。あー、オープン。これね、これでプッシュ可能に なったので、こうやってね、こんな感じでこうやってシコシコシコって出てこない。あ、出てきそう。出た。ほらね、こんな感じのね、液体ですけど、こんな感じでね、出てくるわけですよ。で、今ね、こう出したんですけど、僕ぐらいの髪の量だとこんぐらいで全然大丈夫です。これをこうやってね、こうやってやって、で、髪全体にこうやってなじませるわけですよ。で、まあこうやってなじませたわけですよ。で、こうやってね、ちょっとこうなりましたね。こうつけました。はい、つけましたね。こんな感じでつけます。で、これをつけた後にドライヤーをやる。なので、まあこうやってね、ドライヤーをね、これ結構スピード勝負なんで、こうね、水髪の毛がね、こう乾かないうちにやるのがいい。で、こうやってドライヤーでね、ちょっとね、これもうゴーッと音が鳴るんで、ちょっとね、音を BGM をね、ちょっと大きくするかもしれないんですけど、こうやってね、はい、こんな感じでね、いつもの僕のがね、動画を上げている感じになったじゃないでしょうかね。あんま変わんないけど、こんな感じでね、僕はね、このモロッカンオイルをね、使ってるわけですよ。で、こっからね、ちょっとね、もう髪をね、こうセットし終わったんで、こっからね、モロッカンオイルの、説明なんかもね、こうしていきたいと思ってるんですけど、これはね、ちょっとね、いつ出会ったか忘れちゃったんですけど、結構もうずっと使ってる、もう1年ぐらい使ってるのかな。で、これはね、なんで僕これを使ってるかというと、まあ髪にいいとかはね、まあ、当然あるんですよ。それはね、ここにね、説明をこう出しながら読んでいくと、まあモロッカンオイルっていうのはなんかね、モロッコの南西部にしか育たないアルガンの木の実から採取される貴重なオイルで、ビタミン E を豊富に含み、ダメージを受けた髪をケアしながら一瞬で髪に美しい輝きと柔らかな質感を与えますというね、まあ良さそうなことが書いてあるわけですよ。で、本当ね、この僕がね、このモロッカンオイルを使う理由っていうのは、ね、朝の髪のね、こういうセットみたいなね、これセットされてるかどうか微妙な感じのね、この自然な具合がいいなと思ってるんですけど、若い頃は結構僕もジェルとかで髪立てたりしてたんですよ、こんな僕でも。で、それジェルとかね、あとはまあ最近だとワックスとかね、こういろいろ使ってきたわけですよ。でも、朝ね、こう出かける前とか、まあ、仕事行く前とか、こうやってね、朝の時間って結構貴重じゃないですか。まあみんなね、そうだと思うんですけど、で、朝の時間にまあ
シャワーをこう浴びて、で行くよっていう準備をする、でこう髪の毛にセットする、でジェルとかつける、でワックスつける、でつけたはいいけど手を洗わなきゃいけない。でジェルと金色とかはね結構まっすぐ落ちるとは思うんですけど、ワックスって結構落ちない、手は落ちない、手のよそのワックスがね、手につけたワックスが結構落ちない。でそのワックスをねこうジャーってやってね、石鹸とかつけて、でしかも水だとあれだからこうお湯でこう洗わないとこのベタベタが落ちないみたいなもどかしさがある。でもですよ皆さん、このモロッカンオイルはね、この手がねこうつけ終わった後でも普通、まあ多少ねこうオイリーな感じですよ。でもそのオイリーな感じもなんかしっとりスベスベな感じで、すごくねあの手を洗わなくていい。これ今こうねセットし終わった後の手でこう普通にねやってるんですけど、全然あのなんていうんですか、別に普通な感じなので、ちょっとこれなんか説得力なくなってきてるんですけど、なのでねほんとねこうこうやってねちょっとこうつけただけでなんか髪にツヤがねあったりとかね、髪もこう自然な感じでねこうなるわけですよ。僕はねこの感じがすごい好きで、ずっとねモロッカンオイルを使い始めてからねずっと使ってるんですけど、これはねほんとねいいです。ただね値段がちょっと高い。100ミリで、ね、4000円ぐらいする。値段は高い。たださっきねこう使い始めを見せたようにあんぐらいの量で済むんですよ。なのでワンプッシュぐらいを使うので、僕ぐらいの髪ならですよ、そのこんぐらい短い髪ならワンプッシュで済む。なので、ね、全然もう前回のがなくなっちゃったから買ったんですけど、半年ぐらいは使えてるんじゃないですかね多分ぐらい持つので、結構ね最初のこう買った時の値段は高いけど長く使えるのでおすすめです。こんな感じなんですけど、これ全然ねこうなんていうんですか、ワックスとかだと触るの嫌じゃないですか、自分の髪って結構ベタつくというか。であのセットとかもワックスだとこうやってね触ったりすると崩れたりするじゃないですか、髪の毛が気になったりとか髪型がね気になったりはするんですけど、これはねこう自然な感じが出せて、でこうちょっと触っても別にね全然なんかまあちょっとこう崩れてもなんかちょっとつけてますよみたいな感じのね具合が出せるんで、僕はね結構好きで、おすすめです。なんかまあおすすめっていうことだけをねこう言いたかった動画なんですけど、でこれねこう美容室とかで買うとまあ間違いなく本物が買えるんですけど、Amazonとかで買うとねたまにね偽物があるらしいです。あのまあこれね100ミリで4000円とかする高いものなんで、やっぱこういうね人気のあるねこういうなんか単価の高いものってやっぱ偽物って出回りやすいじゃないですか。だからあのねブランド品のバッグとかそういうのもねやっぱスーパーコピーみたいので偽物が出回りやすい。ちゃんとしたなんか身元が判明してるってまあ言い方はあれですけど、そういうところで買わないと本物が買えない。なのでね、あの僕のこういう商品のレビューでは下にリンクを貼ってるんですけど、そこにはなんとなくこう信用できそうな、なんとなくじゃ困るよって話ですけど、なんとなくね、まあ僕がここなら大丈夫そうっていうリンクをちゃんと一応貼るので、まあ興味がある方は一応そこから見て、でお前信用ならねえよっていうのであれば、あのちゃんとしたところから買ってください。あの本当ね、偽物を使った覚えは僕はないですけど、多分偽物を使うと逆にね髪にダメージ入っちゃう可能性があるので、海外輸入品みたいなものはちょっと怪しいかもしれません。で国内のちゃんとした正規品だと、このねこう日本語でこう説明文書いてあるので、国内のちゃんとした正規品であればこうね多分偽物っていうのはないと思います。海外のそういうコピー品みたいなものって多分英語のねそういう説明の文章のまま大量に世界に偽物をばらまくっていう組織がねいるはずなので、あの日本語版を買えばね多分間違いなく本物が買えると思います。はい、ということでね、今日はねモロッカンオイルをねちょっと紹介してみたんですけど、ほんとねあの僕はすごく髪に合ってるというか、いい、気に入って使ってます。オイルっぽい低発量みたいなものってまあ髪のねヘアケア用品っていうんですかね、こういうのっていうのは、これモロッカンオイルトリートメントって書いてありますね。洗い流さないヘアトリートメント、トリートメントです、洗い流さないね。
でこういうね、オイル系のものって、まあ、流行る時期とかが多分このねヘアケア用品とかファッション系とかって流行る時期があると思うんですよ。なのでこういうねヘアケアオイルトリートメントとかねオイル系は多分いろいろ出てると思います。あの安いものから高いものまで、でこれは多分高い部類に入ると思うんですけど、あのこれは本当に個人的には100点、 Today's 新規ポイント100点なので、あの本当ねおすすめです。こんな感じの髪型にしたい、僕に憧れる人はねそんな人いないと思いますけど、あの本当おすすめですよ。あの男性の方にもこれ絶対おすすめですね。あの基本的に多分これ女性ものというか女性向けのね、あの髪の長いあの黒髪のあのねサラサラとした感じのね方におすすめのオイルだと思うんですけど、あの男性でもねこう僕みたいに割とこうねなんていうんですか、ストレートがストレートのみたいな感じが好きだよとかね、こういう感じの人にはおすすめ、本当にいい、まあいいものをね紹介してるんでいいとしか言えないということですよ。で、僕がねこう今日紹介し始めた時に結構急いでたんですけど、基本的な使い方としては、髪がねこう濡れてる状態でこうなじませる、でその後にドライヤーで乾かす、でドライヤーのそのね熱のね痛みとかもそのオイルがあることによって防いでくれるっていうねものらしいですよ。ということで今日はねモロッカンオイルをね紹介してみたんですけど、ほんとね女性の方がこの動画を見てくれてるなら本当おすすめ、女性の方にはねぜひね使ってみてもらいたい、高いけどね、でも男性の方にもねまあ言いましたけどおすすめなので、ぜひね朝のセットを短くしたいけどちゃんとセットも何かしたい、髪に何かつけたいんだよっていうね僕みたいな人には本当におすすめ。ということで今回の動画はこの辺で、シンジでした。